で、この、まあ、人の採用とか資金繰りとか集客、まあ、集客っていうと、まあ、売上利益っていうところにも当然反映するんですけど、これは中小企業の建設会社でなくてね、はい。中小の会社の、まあ、言うと、一般的な3つの悩みですね。だから特別、ここが問題だっていう感じでもないわけですよ。みんなと同じこと言ってるっていう感じですね。